準備は OK、 音声テストもバッチリです。こちらもブースターの真上に来た。いつでも始められるぞ。 OK OK、 議長よろしいですね。ああ始めてくれたまえ。そんじゃ始めるぜ。無線ブースターより動力ネットへのハッキングを開始。いいわよ。皆さんこんにちは。クロスベル通信社所属グレイス・リン報道記者です。念のため言っておきますと、クロスベル通信社は今回の件に全く関知しておりません。私の独断による報道ですので、あしからずご了承ください。さて早速ですが、ある方を紹介したいと思います。クロスベル自治州代表ヘンリー・マクダイル議長閣下です。クロスベルの市民諸君およびこの映像をご覧になっている全ての方々に申し上げる。クロスベル自治州議会議長ヘンリー・マクダイルであります。皆さんもご存知の通り、先日前クロイス市長によりクロスベル独立国の創立が宣言されました。国防軍という軍事組織も設立され、新たな体制に慣れつつある人もいるかとは思いますが、ですが皆さん今一度考えていただきたいのです。果たして我々はこの事態を真に選択したかということを。無論現状についての是非は人それぞれあるでしょう。ですが現政府は真に民主的な手続きによっては成立していません。自治州議員の多くが拘束され、私自身監禁された状態でクロスベルの独立は宣言されました。この宣言が議会の承認を経ずに個人の独断で行われたものであることは改めて指摘しておきたいと思います。ならば独立の意思を問う住民投票が根拠となるでしょうか。かの住民投票は決意表明を行うかどうかを問うものでしかなかったはずです。国防軍やクロスベル独立国、まして大統領制などの正当性に結びつくものでは決してありません。そしてこうした手続きの正当性よりも何よりも私が皆さんに問いたいのは他でもありません。果たしてこの状況は、今の体制は、私たちの在り方は正しいのか。ただそれだけであります。
皆さんに共に考えていただくきっかけとするために、自治州代表の一人として私はここにクロスベル独立国が無効であることを宣言いたします。お、言っちゃったよ。でもこれで少しは動きやすくなります。ああセルゲイさん、あいつらの協力でしょうか。それ以外にはありえねえだろう。さて忙しくなりそうだな。ここから先は私の方から数々のスクープをお伝えさせていただきます。まずは2ヶ月前に起こったクロスベル市襲撃事件ですが、この不快な映像は一体いつまで続くのかね。侵入経路はつかめたため、物理的な遮断を行っている最中です。あと2分ほどでしょう。街頭スクリーンについてもすでに撤収を開始させています。ほどなく市民も退去するでしょう。いい不意打ちでしたな。虚実を織り交ぜた妙手、老兵の意地といったところか。何を人ごとのような。君たちが議長を逃したからこのようなことになったのだろうが。いや、それについてはお詫びするしかありませんな。もっともこちらの主張通り全ての禍根を潰しておけばこうはならなかったはずですが。巫女殿の機嫌もある。支援課の関係者に思い切ったことまではできない。歯がゆいですけど、こればかりは仕方ないですよ。市外の国防軍にも少なからず影響があるはずです。なんとか立て直してみましょう。ああ、よろしく頼む。我々の方も本腰を入れさせてもらいましょう。へいゆえにレジスタンスども、本気で狩らせてもらいますよ。私は結社の方々と連絡を取っておきますわ。教会の船と支援家たち、何とかする必要がありますから。ああ、行きたまえ。やれやれ、お父上はどうも思い切りが足らぬようだな。まあ、辛抱遠慮とでも思っていただきたいですわ。大陸全土の秩序を組み替える壮大なる計画、お父様一人ではどうしても限界がありますもの。だから優秀なスタッフがいろいろと力を貸しているわけだ。剣聖やあの御人のように。そういうことですわ。パパ、話は終わったの？あ、ベルお嬢さんだ。ヤッホー。シャーリーさんはいつも元気ですわね。例の話については考えてくださったかしら。ああ、お嬢さんの施設部隊のトップだったっけ。うーん、面白そうだけど今の環境も気に入ってるしな。やれやれ、俺の目の前で堂々と引き抜きをしないでもらいたいもんですな。
これは失礼。それではシグムントさん、今後の段取りについては以前お話しした通りに。ああ、承知した。小僧、お前の方はどうする？俺はあんたらの仲間になった覚えはねえ。勝手にやらせてもらうぜ。まあいいだろう。バルド、その気があればとことん鍛えてあげるから、いつでも来なよね。け。頼もしい方々ですわね。化け物親子の間違いだろ。対等に渡り合ってるあんたも相当な玉だと思うがな。後悔していますか、私の誘いに乗ったこと。はっ、なわけねえだろ。あんたがくれた薬のおかげで俺は力を手に入れた。誰もが使いこなせないよ、圧倒的な力をな。そうですわね。魔人化した時のバルドさんは、呂力ならば人として最強。私たちにとってもまたとないサンプルですから。せいぜい喜んでモルモットになってやる。あの野郎をぶっ潰して、誰が一番か証明するためにもな。結界の解除方法が分かった。うん、それとあの3体のアイオーンの力を抑える方法をな。ズバリ鍵は大金にある。大金、どうや総員にあったものですか？それが結界や人形たちを強化しているってことかい？いや、強化しているのはあくまで司法の力のはずだ。だがおそらく現時点では司法は完全ではないのだろう。その常識外れの奇跡を広範囲にわたって権限させるためには、得意な場に頼る必要があるらしい。大金同士による共鳴が生み出す場にな。あの大金にはそんな働きが。それでは金の共鳴を止めてしまえば。うん、あの巨大な結界を解除できるかもしれぬし、ガレリア要塞を消滅させた白いアイオーンの力などある程度は抑えられるだろう。まあ断言まではできるかな。いや、試してみる価値はあるんじゃねえか。うん、あの結界と白い人形は最大の障害だった。その二つがある限り、クロスウェル氏を解放することは永遠に不可能だったからな。となると、とうとう総員ですか？ああ、古戦場に運ばれた大金は市内の中央広場に戻されたようだ。それには手が出せないけど、とうとう総員の金なら共鳴を止めることはできる。まあどちらも結社が守っている場所だがな。そういえば。確かにそうでしたね。どうやら月の総員はカンパネルラがいるらしい。そして星見の塔はアリアンロードがいるようだ。あの常識外れの女騎士か。正直困ったね。道化師の方はなんとかなるかもしれないが、他の鋼の聖女が相手じゃ難攻不落としか言いようがない。そんなに強いのか？ああ、結社には凄まじい使い手がゴロゴロしてるけど、
彼女はそういった達人たちとも一線を画している存在でね。まるで人の身では勝てないことが決まっているかのような強さだ。そこまで。和治君は教会でもドミニオンと呼ばれる特別な存在だそうだけど、それでも対抗は不可能なの。ああ、スティグマの力を使ってもあの鎧には通用しないだろうね。なんとか太刀打ちできるとしたらうちの総長くらいか。だが大陸全土がこの状況だ。さすがにセルナと総長に動いてもらうわけにもいくまい。はあ、そうなんだよね。こんな時にケビンがいれば少しは当てにできるんだけど。悩んでいる暇はない。この状況を打開できる光明がようやく見えてきたんだ。ここはあえて踏み込んでみるべきだろう。だな。同感です。どんな達人だろうと突き崩せる一点はゼロではないと思います。そうね。こんな場所でつまずいていたらベルたちにも届かないわ。行きましょう。とうと総員へ。まあ幸運を祈っておこう。せめてアリアンロードのいる塔は後回しにするがいい。彼女は愚か。戦を止めたちにすら返り討ちに会いたくなければな。